こんにちは。物理の演習をまたやっていきたいと思います。今日は運動方程式の演習から始めたいと思います。はい、運動方程式は何だったかというと、物体の加速度運動を F イコール MA、 F は力、 A は加速度、この式で表すことができる、そういうものでした。で、今日は演習を、これについての演習を3つやりたいと思います。まず1つ目、摩擦なしの斜面運動をやりたいと思います。ここに M という物体が斜面に置いてあります。これはこの前は静止していたんですけど、今回は動いてるっていう設定でやりたいと思います。ここで重要なポイントが、斜面方向に成分分解するということです。この前も言いましたよね。今考えたいのは斜面方向の運動だから、斜面方向だけに力を分けてあげる。これは MG で、ここの角度が幾何学的に考えてシータとなるので、斜面方向下向きの力は mg サインシータとなるんでした。ということで、この式 F イコール ma という式に当てはめて、 mg サインシータイコール ma よって、加速度 a イコールG サイン θ というふうに求めることができます。はい、次、今度は摩擦ありの運動を考えてみましょう。摩擦ありの斜面ということで、斜面に斜線を引いておきます。で、この前のように MG を斜面下向きと斜面垂直方向に分けておきます。こっちの成分はさっきもやったように mg サインシータで、こっちの成分は mg コサインシータでしたよね。で、摩擦力というのはどういうふうに表されるかというと、垂直抗力 N と、摩擦係数、動摩擦係数、この場合は μ' と置くと N×μ' というふうに表せるのでした。で、ここで N というのはどのくらいかというと、こっち側に重力が mg コサインシータがかかっているので、これに対して作用、反作用の法則から垂直抗力 N は mg コサインシータだけかかることになります。ということで、摩擦力は mg μ' コサインシータとなって、F イコール ma という式に当てはめると、 mg サインシータ引く mg ダッシュコサインシータイコール ma よ
ータ引く、チミュダッシュコサインシータというふうに導き出すことができます。で、ここで注意してほしいのがこのマイナス。なぜかっていうと、わかると思うんですけど、重力下向きとは摩擦力は逆にかかるんですね。で、こういう逆とかいうものをちゃんと符号とかで表すために軸を取っていくことが大切になってきます。これからどんどん複雑な問題をやっていく上で軸を取っておくということは本当に大切なことになっていくので、忘れないようにしてください。最後の問題は二物体の運動という問題をやってみたいと思います。ここに A、B、2つの物体があって、1つの A の質量は M、 B は質量ラージ M として、ここの斜面側じゃなくて床には摩擦力がかかるとします。動いていると仮定しているので、その時の動摩擦係数を μ' と置きます。で、ここでポイントがあります。それはポイント注目して運動方程式を立てることです。では実際に立ててみましょう。立てるためにまず力がどういうふうにかかっているのかっていうことを見ていきます。まず B から、ここにはもちろん重力の MG で、今張力がかかっているので、糸で引っ張っているので Tという張力かかっていることにします。これを置いて、置くんですね。で、こっちも糸がたるんでいないので T という力がかかっていることになります。そして A には、ここには摩擦力が働くことになっているので運動の方向を妨げようとして摩擦力 F' とすると、垂直抗力はここが重力が MG とかかっているので、それに対して反作用で同じように垂直抗力 MG かける動摩擦係数の μ' がで表されると思います。はい、それでは A の運動方程式を立ててみましょう。こっち側を整理します。そうすると T 引く、F' の μ'mg は ma、 B に T にかけると mg 引く T イコールラージ ma。 ここで注意してほしいのは加速度 A というのは共通だということです。なぜかというと、これはこの2物体は紐でつながれているので同じように動くからです。もし加速度が違っていたらこの糸が切れちゃいますよね。ということで A は同じように置きます。で、ここから T はわからない未知数なので T をこれをこの二式を足すことで T を消去して MG=MGNSNMA で A=MA
分の m 引く m g、 これで表せると思います。はい、今日はこの3つの問題をやりました。これからもこの次の問題で授業でもう一つ演習問題をやるんですが、その前にこの3つの問題完璧にしといてくださいね。はい、今日はこれで終わります。ありがとうございました。